それ何を感じてるかって、何かを感じてものを作るんじゃないんだよね。その土に向かって自然にその手が動いて、その自分で作り出すっていう、だから何て言うのかな、その自分で作り出すっていう、だから何て言うのかな、その何かフィーリングを感じてって作るんじゃなくて、さっき壺を作ってた時もそうなんだけど、その壺の作り始めっていうのは何も考えてないの。で、何も考えてなくて、土とその土の状態とか土との対話をしながら、あ、これはどういう形になりたがってんのかなって、どういう形なら、イギリスで、何回かそのゴールドマーク以外のと、ね、ゴールドマークでやる前から、展覧会をいくつかやってきましたけど、あのゴールドマークでやってる時の展覧会っていうのは非常に気持ちがいい。町自体 その環境もいいし、で結局スタッフ その皆さんのそのちゃんと整ってて、で対応も素晴らしいし。